午前の部の最後のね、鳥を飾っていただくバンド、午前の部の鳥を飾っていただくバンドになりまして、リトルミーのね、今度はもうむっさいおっさんからですね、裏若きご女性3組ということでですね、はい、ちょっとハードル上げておきましたが、はい、リトルミーさんです。お久しぶりです、リトルミーです。教育関係者が多く、コロナで活動が止まりました。そうですよね。まだまだ油断できませんが、今回のフォーエバーから復活します。今回のまた趣向を凝らしたねパフォーマンスをお楽しみくださいということで、なんかもう早速趣向が凝らされてるみたいですけどもね。フォーエバーフォークはもう常連であられましてね、今回で3回目っていうふうにおっしゃってるけど、もうちょっと出てらっしゃるんじゃないかなと思いますね。さあ、コロナ以降初ステージということになります。どんなパフォーマンスを見せていただけるでしょうか。女性3名の素敵な演奏をお楽しみください。リトルミーの皆さんです。ロバ来た。え、ロバ、知る人の知る地元民には懐かしいパン売りのロバさんの歌をお送りしました。うさきょんの替え歌で自己紹介も勝手にさせていただきました。次は昭和のドラマから2曲お届けします。おかみさん疾患ですよ。
ありがとうございました。時間ですよというドラマで歌われてました、アイドルの浅田美代子さん、赤い風船でした。次は浅田美代子さんの前にアイドルだった天地真理さんの水色の声を歌いたいと思います。バージョンが続きます。次はさだまさしさんのかかしです。できたか寂しかないか
置き去られて雪をかぶったかかしが一人、生まれも都会の雪景色の中で、ちょうどあのかかしのように寂しい思いしてはいないか、体を壊してはいないか、元気でいるか、街にはなれたか、友達できたか、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る、寂しかないか、お金はあるか、今度いつ帰る。ありがとうございました。小玉先生の話でした。次は、赤い鳥の赤い花、白い花です。いよいよ最後の曲となりました。マナカナちゃんが歌っていて、竹内まりやさんの作詞作曲です。命の歌です。生きてゆくことの意味、巡り合えた奇跡はルルルルル、
しい。ありがとう。はい、ありがとうございました。リトルミーの素敵な演奏でした。本当に拍手を。皆さんもですね、ご女性のね、お声ね、はい、じゃあ、ちょっとインタビューをね、させていただきたいと思いますので、センターのね、リードボーカルのキョクさんね、こんな感じに曲を聴いておきました。ちょっとマスクしておきましょうかね、せっかくね、お美しいお顔、ご相談できるんですけれども、もう最近ですよね、マスクしてるから、もう誰が誰か分かんなくなっちゃいましてですね、マスク取って、あんたそんな顔してたんか、みたいなね、そんな人も結構ありますけれども。お久しぶりでございまして、マイクマイク、はい、どうぞ。はい、どうもお疲れ様でした。さあ、まずはリトルミーとしてはね、カレーの明けでなかなか演奏機会がなくて、はい、久しぶりだと思うんですけど、どうでしたか、今日のステージは。今日は一応コンセプトが癒しということで、少しでも皆さんに癒しの話題が出されるなと思ってやってました。はい、皆さん癒されましたか、皆さん。ね、中にぐっすり熟睡されてる方がいるので、よかったです、ね、でもリトルミーはね、もう声楽器は結構常連さんっぽいんですけども、もともとなんか結成のいきさつって何かありましたか。あ、それはですね、話せば長くなるんですけど短くなる、うさきょんが山下さん、山美とお友達で、うん、で、うさきょん、私ともお友達で、その仲良しグループが集まったということです。なるほど、ね、うさきょんというのはね、ギターを弾いてらっしゃった方がね、うさきょんさんで、山美さんがピアノの方ですね、はい、まあ、お友達とお友達がつながって、まあね、お友達がつながってというね、はい、そういうグループですけども、はい、これバンド名のリトルミーっていうのは、これムーミンのリトルミー。そうなんです。ファーストペンギンみたいにね、なんかこう、うん、なんていうのかな、初めてのところでもなんか切り込んでいくぞみたいな性格の人が多くて、なるほど、そうやって友達もだけども、その輪を広げていくっていうかね、悪い意味の切り込みじゃなくて広げていくっていう意味で、リトルミーの性格に共感してその名前を付けました。なるほど、はい、今こうしてられるんですけど、皆さんの視線が向こうにね行きましたけど、フォー君がね、あ、フォー君、はい、フォーマーフォー君のね、もうマスコットキャラクターフォー君がね、来てくれました。フォー君でーす。しばらくね、中継の間ね、ちょっとうろうろしてますんで、一緒にツーショット写真なんか撮ってね、ハッシュタグフォー君でね、ぜひね、広げていただきたいと思いますけども、さあ、そんなね、3人組のね、リトルミーですけども、普段はどんなところで活動されてたりとか。あんまりね、だからこの、コロナ禍で、さっき、うさ、ん、さんからも、紹介がありました、教育関係してたんですけど、やっぱりその辺 ありまして、あまり練習ができておりませんでした。これ、フォーエバーホーク今回出るということで、みんな集まって練習を始めたんですけれども、今日も見ていただいたら分かると思うんですけど、うさきょんさん、いつもマイクを持ったら話さないほど喋る人なんですけど、今日はすごく、言葉しゃべらんくらい静かでしたね。あれは別にメンバーが仲が悪いわけじゃなくて、曲を選んだ時に20分カツカツやなということで、じゃあ今日はあまりしゃべらないで進めようっていうので、静かにしてました。なるほど、テンポよくね、本当にこうストーリー性があってね、しっかりとね、歌を歌っていただきました。今後のリトルミーとしては何かイベントに出るとか予定あるんですか。今日は終わって多分みんなホッとして、何も考えてないと思います。帰ってから、これ落ち着いたら、考えて、どっかで演奏できることがあれば行きたいと思っております。そうですね、楽しみにしております。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。そしてですね、ここで午前の部が終了で、このあと午後の部の開始が12時45分となりますが、12時40分頃にはもう皆さん、ぜひお集まりいただいてですね、次の、演奏、午後の演奏をお楽しみいただきたいと思います。